はい、ピースケです。サクセススペシャルやっていきたいと思います。で、今日は、これですね、七夕のチケットがたまったので引いていきたいと思います。はい。で、キャラ一応見ていくと、この辺ですね、巫女3体とホムラ、ライゴー、ヤミツバル、マジカルって感じですね。ヤミツバル入ってんのはまあ当たりっすね。ヤミツバルだけかな、当たり。まあマジカルも別に強いちゃ強いで、あと博士像っすね。はい。星空いて欲しかったよね、七夕キャラだしね。で、まあ、2等だと PR 以上、 PSR は出ない。で、まあやっぱ博士像欲しいっすね。 PSR 演出来たら、ゲドウくんっていうドッキリバージョンです。で、1等は SR、PSR どっちかか博士像だから、 SR 演出出なかったら博士像確定っていう感じですね。というものが出るものを引いていきましょう。はい。ではガチャに行きます。で、ちなみにこれはいいガチャなんですが引きません。はい。持ってない方はいいのかな。まあ、精神的支柱持ってる水月、あとマインドブレーカー持ってる菅見ちゃんですね。で、国寿はストライク送球も、ボーナスの組み合わせに入ってるので精神的支柱でもどっちでも使えるっていう。で、カンパチは満塁男ですね。これも一応入ってるっちゃ入ってるか。うん。で、マグロは復活とかだけど投手の方で入ってるのかな。うん、って感じですね。で、まあ、3回目4回目確定なんで、まあ、2回目もバナー内出るので、まあ、20連だけ引くもよし、40連引くもよしっていう感じではあると思います。みんな有能ではあるかな。まあ、トップには入らないけど、ちょっと中級より上みたいな感じのキャラです。はい。で、俺が引くのはこっち。はい。3等2等1等みんな同じ枚数でね、あとはランキングで何枚もらえるかって感じだと思います。はい。で、レア PR、SR の特定入りキャラが出現します。まずは3等からいってみよう。まあ SR の演出は来るかな、さすがに。来たね。ちょっとハゲは欲しいよ。2枚ということは、あ、そっか、R も出んのか。ははは、やば。はい。負けですね、完全に。これです。闇くん出てるけど、R っていう。はい。では、完全に負けだね、今ね。次行こう。こっちだ。2等は PR 以上なので。まあでも PR だったら博士像来てほしいよな。博士像、あ、PSR の演出が来たら、プラチナは1枚確定。はい、プラチナ確定。プラチナ確定でございます。ただ、いっぱい出てるね。さあ、何が出る？嘘。プラチナだらけ。いや、ハゲが1個も来ない。ハゲが1個も来ない。まあ、ただまあ、嬉しくないっちゃ嬉しいっちゃ嬉しいかな。はい。餌あんまないんで。よし、しましょう。マジカルがもうプラゴなんで出ちゃいましたが、しゃあないね。はい。最後どうしよう。1枚ずついこうか。 SR 以上確定です。あ、これはハゲですね。よし、嬉しい。よっしゃ、ハゲ。 PSR 出るかな。2回目演出なければハゲ。あ、で、ワンチャン水木は50の解放ができるので嬉しいっちゃ嬉しい。さあ、誰？闇すばる。ああ、いらないよ。マジカル。はい、あと2回ですね。ああ、 SR ってことはすばるか水木来てほしい。すばるか水木、すばるか水木、頼む。うわ、いらない。強雷はいらない。はい、ラストです。強
往来はいらない。これ SRS かな。さあスバルか水木。うわー全然いらない。これマジカル出やすくなってるのか知らんが。はい、ということでございました。タンガチャ引こうかな。ちょ解放したいんでタンガチャだけ5回引きたいと思います。まあ、SR 出たら嬉しいよ感じで。さあ誰。はい、みなずき。あ、あと1かな。全員解放できてないので誰来ても嬉しい。さあ誰。あー、オッケーオッケー、ありあり。はい、3回目。ワンちゃん、ワンちゃん来ていいよ。ワンちゃんだからね、玉くれるのは。さあ誰。まあ悪くない、あと2回。まあ解放できればっていう感じなんですけどね。さあ、ああ水木、水木いけっかな。プラゴ、はい、ラストでーす。SR は出ない。ああ水木が出てる。これはいったかな。でここは貯めてるんですが、うん、どうしようかな。もう円卓出るまで貯めててもいいかもっていう感じです、ぶっちゃけ。はい、常設しか出ないのでね、こっちは。そこが肝です。肝を冷やしたて。はい、まあ、すがみちゃんはとりあえず2枚混ぜてみますか。1回くれば嬉しい。そっち？オッケーオッケー。はい、40は嬉しい普通に。誰だ。いやマジカルはねマジで全然いらないんだよね。そうプラゴなので素材です。ライゴーも、ライゴーって解放する意味あんのか。うーん、筋力バカ。まあでも精神的支柱が不確定なので、まあ混ぜ要因でいいかな。個体1個あればって感じです。はーい、でスバル出なかった。誰だっけ。スバル出なかった。あ、みなずき、みなずき、みんな大好き、みんな、みんな大好きじゃないかもしれないけど。はい、あれ筋肉、筋肉イケメン、筋肉イケメンを探せ。筋肉イケメン、あ、やっぱ声鼻声だな、やばい。はい、とりあえず1枚ずついこうか。はい、一発あだす。で、どうなん。あー、練習効果いいっすね。はい、ということでございました。あ、まあでもきっちり1段階ずつ解放できたので、まあよしとしましょう。ハゲも1個もらえたしね。今ハゲどうなってんだろう。ここにもいるんですよ確か。で餌は置いといて、餌は置いといて、なんかいるはずなんだけど、あれ、あー、これか。これと、もういないかな。いや、あれガンダー入ってんのいやらしいよな。言っちゃえばあれ5分の1 SR ですもんね。5枚ないと SR なんないから、補助犬と一緒だからな。それなら SR1 枚出てくれた方が。
ね、あ、まあまあ、ミキサーやるときは一緒なんですけどね、結局。あ、違う違う。ごめんなさい。PR?PR ハゲ沼さんはおやつ12 あんまないね。こいつは使っちゃってんのかな。で、なるみが復刻してきた時に使えたらいいなと思ってるんですが、そうですね、あんまりないですね。いや、もっと欲しかったな。じゃあ、はい。で、まあ、今マウンテンで報酬が、はい、ゲドウくんじゃねえや、ゲドウくんじゃねえ、博士像が報酬なので、うん、ちょっと頑張りたいなっていう感じですね。で、まあそんな走るとかじゃなく、その4体をしっかり強いキャラ作ればいいと思うので、うん、ここしっかりやれたらいいかなという感じでございます。はい、以上というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。なんかマウンテンこうやったらめっちゃ上行けましたっていうのあったら教えていただけると嬉しいです。それでは皆さん、ピースさん一日を、バイバイ。